バッテンです。今日はこちら、名古屋大学2022年理系第2問、文系第2問、文理共通問題ですね。こちらを初見で解いていきたいと思います。ぜひ一緒に考えながら見てみてください。では解いていきます。1個のサイコロを3回投げる。1つ目に出る目を A、 1回目かで、2回目に出る目を B、 で3回目に出る目を C とする、まあ、それぞれ1から6ですね。で、1から目の6は同様に確からしいということになっています。で、括弧1は AB プラス 2C が ABC 以上となる確率を求めよう。で、括弧2はその2つが互いに差となる確率を求めようという問題です。なんか整数も絡んでくるんですかね。まあ、確率を求めようなので、まあ、全部で216通りですけれども、この中から題を満たすものを考えていきましょうということですね。では括弧1、 AB プラス 2C ダイナリーイコール ABC ですね。まあ、直接考えるのがいいのか、あるいは逆のこっちがすごい限られてるっていう可能性もありますよね。なので、まあ、とりあえずは実験をしていこうと思うんですけど、 ABC、まあ、例えば333とかだったとすると、9プラス615で、まあ、全部こっちかけるんで27か、まあ、全部かけるんで結構右の方がなんか大きくなりそうな気配はありますね。ちょっとくくれるものでくくってみましょうか。そうすると、例えばこんな感じになってきて、これはでも、うん、まあ、やっぱ結構珍しいですよね。これ 2×C ですけど、こっち A×B×C-1 で、 AB は1から6取っていくんで、なんかやっぱ右の方が大きいものの方が多そうですね。なので、まあこれはないかなっていう感じですね。直接この組み合わせを考えていきましょう。そしたら、まあ3文字あるんで、やっぱ考えにくいんで1文字固定しますか。1文字、まあ高々6パターンなんで、それで固定してあげて、AB の組の個数を探せばいいっていう感じですかね。括弧2で、そっか、なんか因数分解しちゃいましたけど、括弧2で、この2つの数が互いに差となる確率を求めよう。なので、まとめてやっちゃう。いや、まとめてはめんどくさいですね。C を1から6で、例えば固定して、AB の組を考えて、まあやっぱでもめんどくさいんで別々にやりますか。 OK です。で、じゃあなんか個人的にはというか、まあ解いてるのは自分なんですけど、 AB が塊に見えますよね。まあ別に ABC どれを固定してもいい気がするんですけど、なんか C 固定したら AB を一塊として、なんか AB の値で議論できそうなので、ちょっと楽なんじゃないかなっていうことで、じゃあ C を固定していきましょう。1個目は C イコール1の時。この時は常に OK ですね。つまり AB プラス 2C ダイナリーイコール AB で、これ0以上なんで、AB の組は36通り、6×6。2つ目、 C イコール2の時、まあ、ちょっと括弧2を見越してもうこれで直接議論します。 C イコール2の時は、あ、違う、これ C イコール1と言いながら C 残しちゃってました。これ2か、まあもう OK ですよと。この時は AB プラス4ダイナリーイコール 2AB ってことで、 AB 小なりイコール4、こうなるような AB は1,2,1,3,1,4,2,1,2,2,3,1,4,1,1,1 もある。まあそうですね、8個です。で、ここら辺からなんか減ってくるんじゃないですかね。 C イコール3の時は
AB プラス6大なりイコール 3AB なので 2AB 小なり 6AB 小なり3、これは11121321315通りですね。 CC が4の時ぐらいからなんかいけんじゃないですかね。これが8でこれが 4AB、 まあまだか。 AB プラス8大なりイコール 4AB なので、AB 小なりイコール、3分の8。まあ AB は整数なので、これは結局、2以下っていうのと等値。これは2つですね。あ、じゃあ3つか。111221で3つ。で、5個目は C イコール5の時。AB プラス10大なりイコール 5AB で、これも同様に2以下ですね。4分の10。2分の5。2ですね。なので3個。ラストは C イコール6の時、 AB プラス12大なりイコール 6AB で、これも同様ですね。3個なので36853×3 を216で割ればいいと。そうすると139222216分の58なので108分の29が括弧1の答えですかね。なんかもう途中からそうか、まあ、C が大きくなってくると、まあ AB 小なりイコール2っていう条件に落ち着くことはなんとなく見えましたね。まあ、どんどんこの条件が緩くなっていったと。はい、では括弧2。おお、いやずっと最初から見間違えてましたね。これそうか、 2ABC なんですね、右側が。そうかそうか。まあでもそんなに括弧1の議論には影響ないですかね。まあ、結局場合分けしないといけない気がします。で、括弧2は AB プラス 2C と 2ABC が互いに異なる確率を求めようと。なので、まあなんかパッと見てまず思いつくのはこれ偶数ですよね。で、2C も偶数。なので、AB が偶数になっちゃうとダメ。どっちも2で割れちゃうのでダメと。なので、まずは必要条件として AB は奇数。となると、まあ、ここは9通りしかないんですね。3×3 で。もっと手がかりがないかなと思って考えると、AB、A かき B は奇数で、この2つが互いに素じゃないときというのは、どういうケースがあるんですかね。例えば A を3、B を5にしてみますか。そうすると 3×5 プラス 2C と 2ABC なんで 2×3×5×C、 これが共通、そんなことあるんですかね。そうなるためには 3×5 が C の倍数になって出たら、 3×5 が C の倍数になってたら、どっちの数も、そうですね、どっちの数も C で割れちゃうんでダメ。 C が1あったりとか、 C が、そうですね、まあ現に C イコール1の時っていうのは左が17で右が6×5、30なんで、確かに互いそうになってるんで C イコール1は除くんですが、 C が2以上の時は 3×5 が C の倍数になってたらということなので、例えば C イコール3とかだったとすると、これ2つとも C で割れる、3で割れるのでダメっていうことがまず分かります。じゃあこれが C の倍数じゃなければいいのかというと、そんなこともなくて、いや、そんなことあるのか。いや、そんなこともなくて、C で割る。あ、そっか。この右側に着目して、
今はちょっと C で割れるケース考えていて、でも、まあ、2はないですけど3とか5で両辺が割り切れるケースもあって、つまり2は割れないんで C が3か5の倍数なら互いにするにならないと。なんでかというと3とか5で割れてしまうからと。これも見えますね。つまり、まあ、例えば、3か5だったら、C が3か6ですね。だった場合は両辺というかこの2つの数が3で割れちゃうのでダメ。で、5でも5で割れちゃうのでダメ。ですね。なので、この場合においては、C は3がダメ、5がダメ、6がダメ。ということはまあ分かりますね。でもそれ以外だったら割る素因数ないので OK ですね。ということが分かります。なので、抽象化したいですよね。まとめると、A、B が奇数っていうことで、これが9通りあるんで、じゃあその9通りで場合分けをして、こういう考え方をしていって C を絞っていけばいいんじゃないかっていうのがまず見えます。つまり A×B 足す 2×C と 2ABC についてなんですけれども、1個ずつやっていきますか。まあ、丸 1AB が1、1の時、まあ、つまり調べる2つは何かというと、A かけ B が C の倍数ではないこと、 C が A や B の倍数ではないこと。ただ、まあ、C イコール1は別途検討と。まあ、C イコール1というか、まあ、この2つ目のケースも結局 A とか B が1だった場合っていうのは、まあ、必ず C はその倍数になってしまうんで、まあ、どっちとも1は別途検討ですね。でいきますか。で AB は135なので合成数ではない、まあ、3と5は素数なので、まあ、約数とかを考える必要はなくてこれで網羅できてるはずです。まあ、結局しらみつぶしに行くんで一個一個考えていきましょう。じゃあ AB が1、1の時、2プラス 2C と 2C ですよと。違う、2だったんです。1プラス 2C と 2C。まあこれ互いにそうですね。連続する2つの整数は互いにそう。なので OK で、まあ6通りあると C は。じゃあ2つ目は、そうか、9通りですけど、AB 対照的なのでそこは減らせますね。じゃあ AB が1、2の時どうなるかというと、あ、2はないですね。1、3の時どうなるかというと、3プラス 2C と、まあ、2×3×C と。ということで、B の倍数だとダメだったんで、C が36はダメ。36はダメ。で、あとは OK かというと、C イコール1の時も OK ですね。5と6。なので OK。で、2、4、5は、もっと OK で、A かけ B が倍数になってないですし、C が A や B の倍数になってないと。なので 4通り OK。で、これが2個あると。これが A、B が逆の時ですね。3、1の時っていうのもこれで OK。じゃあ3つ目は A、B が3、3。どうしましょう。1、5にしますか。1、5の時は、つまり5プラス 2C と 2×5×C と。これも同様に、さっきと同様で、
5の倍数だったらダメだったんで、5が消えて5通り。他 OK ですよね。5の倍数になってるものを合計しましたし、5は1と5の倍数で C イコール1の時か。C イコール1の時確かめないといけなくて、7と10なんで、OK。ってことで、5通り。で、これが2個ありますよと。が、5、1の時ですね。で、次が3、3の時。は、9プラス 2C と 2×3×3×C と。これはどうなるかというと、まあ、3ですね。この2つのルールが効いてきて、まあ、C イコール1はちょっと別途検討で、C イコール1の時は11と18で OK。で、3の倍数が全部ダメ。3で割れちゃうんで。なので4通り。3、5ですかね。つまり、15プラス 2C と 2×3×5×C と。で、3号はでも、あれか、さっきやってましたね。3号6がダメ。1は OK ですよね。17と 30OK。なので3通り。これが2つと。が5、3の時ですね。ラスト。AB が5、5の時。これは25プラス 2C と 2×5×5×C。で、1,2,3,4,5,6,6パターンあって、この倍数だったんですね。で、あとは25の約数になってるものもないですし、5の倍数もないと。で、C イコール1の時は別途検討で、1の時は27と 50OK ですね。なので5通りということで、全部足すと6たす8たす10たす4なので、ここまでで28たす6たす5、39なので、39を216で割って72分の13ですかね。ちょっと自信がないので確認しましょう。まずは AB が奇数っていう絞り込みは OK ですね。2で割って入れるのがダメなので、 AB は奇数、その時点で9通りになったよと。で、絞り込み方としては、まあ1の時っていうのは、まあ割っていくものとしては、共通因数としては、まあ2は OK だったんで、まあ C、あ、まず A と B か、A と B で割れるんじゃないかっていうのを排除しないといけなくて、まあ、つまり AB が、まあ1の時は別に1で割れるんでいいんですけど、AB が3とか5の時っていうのは A とか B で割り切れる必要があるんで、そうじゃない、それを省くためにはどういう条件を満たしないといけないかっていうと、2番ですね。C が A や B の倍数じゃダメですよと。なので、AB が1の時はまあ別にいいんで、1はほっといていいんですが、AB が例えば1、3の時っていうのは、3の倍数だったらアウト。なので、3、6を消した。で、1、5の時は5を消した。3、3の時も3、6消した。なので4通り、5通り、4通り。で、3、5の時は3、5、6消した。3通り。で、5、5の時は5消した。これで A と B の、A とか B で割り切れる、共通素因数になっちゃうことは排除できた。で、もう一つの可能性としては、C で割れるんじゃないか説ですね。つまり、A×B が C の倍数になっちゃった時に、両辺が C で割れてしまう。C の倍数というか、C と共通素因数ですね。を持たないこと。まあ、こっちの方が良かったですね。A×B が C と共通素因数を持たないこと。だからもう1とか別に検討する必要なくて、C イコール1の時っていうのは、そもそも別にどっちも1で割り切れたからといって、互いにそうでない、互いにそうでないわけじゃないんで、そうか、C イコール1は別に良かったんですね。なので、
ただそれは結局 A と B が素数であった場合に丸2に吸収されたんですよね。例えば A と B が1号の時というのは 1×5 が C と共に通損因数を持たないってことは C が5じゃないってことと同値だったんで、これは結局丸2で排除されてたと。そうですよね。まあ結局 A と B が135っていう奇数だったので、で3と5素数なので、結局これは1番は考えなくてよかったんですね。丸2だけでよかったと。C が A や B の倍数でないこと。A とか B が1じゃないときと。なので、まあ6通り、4通り、5通り、4通りで計算ミスがないか確認しておくと、28で OK で、3×2 たす5、11で39。で、216分の39、72分の13。なんかちょっとこの整理のところがですね、うまくいかなくって、なんかこう、綺麗に、なんか廃版で、場合分けみたいなこともできずに、まあ、結局最後は9パターン力技でいったので、まあ、本番だったらもうこうするしかないと思うんですけど、なんか次回の解説ではもうちょっとスッキリと解説できるように考えてみたいと思います。はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。